本日はクーニンズ天才バッターの兄の物語。クーニンズの天才バッター折笠文也、昨年はチーム最高出塁率を獲得。内野守備走塁もうまく、野球センスの塊のような男。そんな折笠が今も野球を続けているのは、一つ年上の兄の存在が大きかった。兄に関しては、高校が札幌第一、大学は専修大学ということで、まあ、名門でやってますので、そこはすごいなと感じに思ってます。札幌第一から専修大学、常に強豪校に身を置いた兄は現在都内で働いていた。こんにちは、はじめまして折笠です。弟とは年後になりますので、今年28の年になります。今現在は、不動産関係の、仕事をしております。現在は誠心誠意不動産売買の仲介業に励み、ハウスドゥ新宿3丁目店のエリアマネージャーも務めております。実はそんなお兄さん浩輝さんとはクーニン2018年に出会っております。折笠弟が入籍発表をしたその試合、実は試合の応援に来てくれておりました。お兄さんはプレイヤーとして弟の良き見本となり、常に弟をサポートしてきました。今の弟折笠があるのも兄浩輝さんの存在が大きい。今日はそんな折笠兄弟、兄浩輝さんの物語を紹介いたします。1992年7月7日、折笠浩輝さんは誕生します。小学校時代は一つ年下の折笠文也と共にサッカーと野球の両方をこなしました。小学校時代の折笠兄弟は有名で、折笠兄弟はマークしろと当時から言われていたそうです。本当に足が速いなという印象です。小学校で言えば、1番バッターで初球セーフティーしてセーフになって、次のバッターの初球2投して、次の球3投、3球でノーアウト3塁っていうのを作ってたことが非常に多かったので、それはかなり印象深いです。お兄さんは野球のみに絞ることになるのですが、弟の文也もお兄ちゃんが野球を続けるから自分も続けると兄の選択についてきました。弟文也が今日まで野球を続けているのは兄浩輝の存在がでかかった。当時から兄と仲が良かった文也、大好きな兄と同じ道をたどっていき、中学も兄と同じ岩見沢シニアに入部することとなります。兄は道内では名門の札幌第一に進む、一方弟文也は緑が好きという理由で岩見沢緑陵高校に進みます。中学校に入ってからは、兄弟揃ってかなり身長がちっちゃかったので、あとはポジションも内野手という形で、被っていたので、非常に、やりづらかったっていう部分はあります。いいライバルでもありましたし、いいパートナーでもあったんですけども、どうしても周りからこう比べられてしまうっていうのがありましたので、中学校卒業してからはもう一緒に野球やりたくないというような、どうしても比べられるっていうところで、やりたくないっていうのはありましたので、お互い違う高校を選びました。兄浩輝の一番の武器は足。札幌第一では俊足高打の一番ライトとしてチームを引っ張り、夏の選手権大会予選ではなんと当時オッチがエースだった駒大苫小牧と対決、見事に勝利しております。そしてオッチとの対決では足の速さを生かして セーフティーバントを決めております。小学校時代から得意だったセーフティーバントで試合の流れを作りました。
この快速が評価され、兄幸喜はその後国内大学リーグではトップクラスのレベルを誇る仙石東都所属、専修大学に進学して野球を続けます。一方、岩見沢緑陵高校に進学した弟、身長が160センチから180センチへすくすくと成長、小柄なショートから大型ショートへと変貌を遂げた時期、そんな弟に兄は、お前は能力が高く、あとは足が速かったらプロに絶対に受ける、名門で野球をしてきた兄にそう言われ、その言葉が励みとなり、大学は道内の強豪東海大北海道に進学し、後に全国大会に進出します。弟文也にとって兄は常に力をくれる存在であった。兄幸喜は大学3年春リーグ戦で初めて背番号をもらいます。しかし公式戦には出場できず、悔しさもありましたが、野球はここで断念します。そこから大学卒業後のビジョン、将来を思い描くようになっていきます。父親が不動産業を営んでいた関係もあり、不動産には縁があった折笠家、野球人生を生かせて勝負のできる営業の道に進もうと決めたそうです。そして現在はエリアマネージャーを務め、趣味で野球とゴルフを続けております。クリンさんはじめ、クリンさんの皆様、引き続き弟よろしくお願いいたします。本当に尊敬してますし、僕も、兄のような社会人になれるように、頑張っていきます。あと兄は不動産の仕事についてますので、近い将来、家を建てるときは兄に相談して、家建てたいなと思っております。これからも、今も月1ぐらいで会うような形なんですけども、引き続きいい関係で、いい兄弟でありたいなと思います。はい、ということで折笠兄弟列伝でございました。常に強豪校でやってきたお兄さんの言葉ですね、当時の折笠弟にはかなり響いたようです。当時のお兄ちゃんの言葉が弟折笠の野球を続ける活力になったのはですね、動画を通してすごく伝わりましたね。あとはですね、やっぱ思春期になって比べられる辛さっていうのはね、僕もですね、弟がいるので分かります。僕は2つ年下の弟がいるんですけども、小学校ね、お互い剣道をしてたのもありまして、お互いにね、小学校1年生から剣道は始めるんですけども、僕ね、3年生の終わりまで1回も勝ったことなかったんですよ。で、確かね、僕が3年生で弟が1年生の冬に出た大会で、僕は3年生の部で1回戦負けで、片やね、弟は1年生の部で確か準優勝したんですよ。悔しかったのか恥ずかしかったのか何だったのか、今になったらですね、よく覚えてないですけども、ただですね、その後の大会すぐに初勝利を挙げるんです。で、僕が中学校3年生の時に弟が中学1年生上がってきてですね、で、野球部入りたいなみたいな感じのね、ほのめかしてきたんですよ。で、やっぱりね、その小学校の時の感じもあるし、なんかこう比べられんのもなーみたいな感じだったんですね。こうで、お互いにそんな感じで、結局弟はですね、バスケットボール部入ったんですけども、あんまりね、活躍できなかったみたいで、高校はね、また剣道に戻ってましたね。ただでもあの時ですね、もし違う中学校行ってたら野球してたのかもしれないなーとかもあって、僕がそれいることで野球できなかったんだったらちょっと申し訳ないなって気持ちは今でもあるんですけど、社会人になってから地元に帰った時は弟とたまーにですね、キャッチボールとかね、バッティングをするんですけども、意外にですね、ちゃんと取れるし、速い球返ってくるし、打つんですよ。折笠兄弟みたいにお互いにね、野球してみても面白かったかなーっていうのはね、この折笠の動画を見て思いました。ということで、本日は折笠のお兄ちゃん、超俊足だった折笠幸喜さんの物語をご紹介させていただきました。面白ければグッド、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝